はいどうも皆さんこんにちは、ゆきでございます。ということで本日が4月の14日水曜日、時間がですね午前11時ジャスティーというところで今日の動画を撮影しております。今日も皆さんに元気と情報をお届けしてまいりますので、ぜひ最後までお付き合いくださいということで、僕のチャンネルでは365日休まず仮想通貨のチャートを追い続けてきた僕のチャート分析をメインに、その時になったリアルタイムの仮想通貨にまつわるニュースなどなどを楽しくお送りするチャンネルとなっております。仮想通貨に興味がある、仮想通貨の投資を始めてみようかな、 FX をやってみたいけどチャート分析にね自信がないんだっていう方はね、ぜひねチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して日々ね動画を見ていってもらうことで、僕と同じレベルでチャート分析ができるように、なりますよっていうのをねコンセプトに動画の方をお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録は、よろしくお願いしますということでね、早速ね今日も始めていこうかなと思うんですけれども、昨日ですね、皆さん遊びに来ていただきましてありがとうございました。ライブ配信、やりましたね。21時からだいたい2時間過ぎましたね昨日は。ちょっとねいつもよりも多くの方に見に来ていただけまして、180人ぐらいかな最大で、見に来てもらってめちゃくちゃ盛り上がったんですが、結果ね僕がコメントを全て読みてけど、これだけはちょっとね自慢したい。180人弱ぐらいの方のね、コメントは全て読み切りました。皆さんのお名前、でねコメントに返信、米返しと言いますか、全てやった上で、2時間今日、ライブ配信の方ねやるというね。まあけどね昨日がね多分ね過去最高傑作やったんちゃうかなと思うんですよね。僕も笑ったし、多分みんな、過去のライブ配信の中で一番おもろいと思ってもらえたんじゃないかなと思ってます。はい。で、ここの、昨日のライブ配信の MVP のワードは、セクシーさですね。もうこれはもう皆さんね、ぜひ気になった方は、昨日のライブ配信の、アーカイブ見てください。ただね、どこで出てきたかちょっと僕も覚えてないから、もう2時間今日全部見てもらわないとしゃあなくなっちゃうんだけど、セクシーさ、そしてね、第2位が、ヤーですね。気になるでしょ？ぜひ、チャットを見ながら、ライブ配信ね、振り返ってもらえると、これかというふうなところがあるかなと思うんで、ぜひね、見ていただけたらなというふうに思います。はい。ということでね、早速本題に入っていくんですけれども、今日はですね、いつも通りですが、気になるニュース、こちら気になるニュース、さらっと2件いこうかなと思ってます。2件ニュース、やった後、時価総額ランキング見て、ビットコインの円建て見ます。で、ビットコインの円建てに関しては、トレーディングビューの、チャートを使っております。で、ドル建てに移動したら、バイビットのチャートを使います。バイビットのチャートはね、無料で口座開設してもらったら、誰でも、インジケーター出し放題、線引き放題っていうね、めちゃくちゃ扱いやすい、チャートになっておりますので、ぜひですね、動画の概要欄、リンクからね、口座の方を解説しておいていただけると、僕のね、チャート分析、トレースしやすくなりますので、ぜひそちらもやっておいてくださいということで、バイビットのドル建て、チャート移りまして、ビットコイン、イーサリアム、リップル、エイダー、リッ、ドットちゃんだよということでね、5銘柄のドル建て、チャート分析していこうかなというふうに思っておりますよというところでございます。はい、ではまずですね、早速、気になるニュース2件いこうかなと思います。一つ目はね、ちょっとね、っていう感じ。今言うみたいなところはあるんですけど、まあ、実際ですね、まあ、投資にいたっていうと、どの投資でもそうなんですけど、まあ、リスクを背負ってるわけですよ。だからその分リターンが大きい。リスク、まあ、基本的にね、僕全部そう思ってるんですけど、投下交換なんですよね、この世界って。もう絶対投下交換なんですよ。鋼の錬金術師よ。もう、パンパンよ。もう錬金しようと思ったら投下交換なんですよ。はい。で、一応ね、リスクはあるよっていうところも含めて、まあ、これで伝わるんじゃないかなっていうところで、今回のね、このニュースを選びました。なんかね、僕のチャンネル上というか、まあ、こんなん言わん方が、まあ、僕のブランディング的には、いいんかなと思うんですけど、まあ、一応リスクもあるよっていうのは、皆さん絶対周知しておいた方がいいと思うので、ここのね、ニュースは取り上げとこうかなと思います。仮想通貨投資家は、リスクに応じた資産運用をっていうのを、なんとですね、まあ、当事者というか、渦中の中の人ですね、米リップル社 CTO が言いましたよ、というところのツイートじゃないわ、ニュースが上がってきてます。はい。米リップル社 CTO のツイートが話題になっていますよ、というところですね。はい。最近ほんまね、ツイッターっていうもので話題になるっていうのがね、この SNS 社会、やっぱすげえなと思いますけど。はい。米リップル社の、デイビッド、スカウォッチ、なんて読むかはちょっと分からへんけど、スカウォッチ、多分名前でしょうね。なので、デイビッドにしましょうか。デイビッドちゃんがね、最高技術責任者 CTO が、暗号資産仮想通貨投資に言及したコメントに注目が集まっていますよと。はい。で、注目なポイントはここなんですけど、下の名前で書くなよ。デイビッドのね、自身のツイッターアカウントで、人生を変えてしまうような金額に相当する仮想通貨を所有している場合は、リスクを軽減するために一部売却することを真剣に考えた方がいいよっていうのを主張したというところですね。ここで重要なワードっていうのが、まずは人生を変えてしまうような金額に相当するっていうところ。
はい、でもう一つが一部売却を検討した方がいいっていうところが、注目ポイントになってくるかなと思います。ただ読むと、うわ仮想リスク、あ仮想リスクじゃないわ、それはもうリスクじゃないや、妄想やんそれは仮想通貨の、リスクがすげえからもうみんな早く逃げた方がいいよってね、簡単に捉えてしまいそうなんですけども、あくまで人生を変えてしまうような金額に相当する、仮想通貨を保有している方に向けたワードであるっていうことと、あとは一部売却した方がいいんじゃねえのっていうのを提案しているところが、まあ、僕はポイントかなと思います。なので今すぐ仮想通貨を全部売っ払えっていうわけではないっていうのは理解しておいてください。はい、で、2011年にビットコインを知ったという、デイビッドちゃんは長きにわたり仮想通貨業界に携わっている人物であると。で過去には時価総額が小さく、投機性の高い、草コイン、シットコインっていうんですね英語では。僕草コインしか聞いたことなかったけど、シットコインね、で損失を、被った、経験が明かして注目を集めたこともあったりしますよっていうところですね。はい、でこれは今までで最も評判の悪いツイートになるだろうという前置きをした上でこのツイートをしたらしいですね。なんで評判悪くなるであろうツイートをしたのかちょっと理解は不能ですが、まあただね、あ一応こうやってね注意喚起してくれるっていう人がいた方が絶対いいんですよ。うん、全員が全員ね、わっしょいわっしょい株、ね、仮想通貨だ仮想通貨だわっしょいわっしょいって言ってると本当に2017年の二の前になるからね。はい、リスクっていうのはちゃんとあるんだよっていうのは、承知しておいてください。周知しておいてください。はい、で、中でも人生を変えてしまうような金額の詳細について質問が複数上がっており、ここですね、デイビッドちゃんは細かく言ってくれてます。6ヶ月分の収入額を上回る仮想通貨を、所有している場合、または仮想通貨と大きな借金を抱えている場合は、真剣にリスクについて考えた方がいいよと。だから余剰資金でやってる方、借金もないし、自分の例えばですけど貯金してた分を、使える分だけを、資産としてね、資金として投入している方については、該当しませんよっていうことですね。はい、で、考えた方がいいよと回答していると。で仮想通貨市場では、ビットコインが、21年の3月13日、記録した過去最高値を更新と。で6万3000ドル690万円付近を推移していますよっていうのを、デイビッドさんがなぜこのタイミングで今回のようなツイートしたかは明確にしていないと。わけわからんぞっていうところですね。はい、ただこういうリスクはあるんだよっていうのは絶対的に、頭の中に入れておいた方がいい、ことなので、今回は、あえてね、悪いこともニュースとして、気になるニュースとして取り上げさせていただきました。はい、でもう一件、コインベース上場、直近というところですね、ナスダックにですね、コインベースが上場されますよというところでございます。4月の14日今日ですね。はい、で上場が予定される、米最大手仮想通貨取引所コインベースの参考株価について、上場先のナスダックはその数値を公開したと。まあこういったところはね、内容はまあ基本的にはいいんですけど、まあもう間もなくっていう感じですよね。はい、でどういう影響があるかっていうのはわからないです正直。うん、なのでめちゃくちゃ上がるかもしれんし、上場したことによって下がる可能性もあると見ている人もいらっしゃるので、ここは本当にねやってみないとわからないっていうところは僕の、感想でございます。これはあくまで僕の個人的感想ね。はい、でコインベースの上場は仮想通貨取引所として初めての事例になるため、だからですよ、うん、何でもかんでもわからないって言ってるわけじゃなくて、初めての事例っていうのはやっぱり結果的にねやってみなわかんないですよ。憶測はできるよけど、そうなってみないとわからんっていう部分はね本当にあるので、ここは仕方ないかなと。はい、仮想通貨業界だけではなく、ウォール街金融にも注目されていると。もしかしたらねダンさんも注目してるんちゃうかなはい、ブルームバーグの、シニアコモディティストラジスト、マイクさんは、コインベースの上場はビットコインが7万ドルに上昇する追い風として捉えている方ということですね。テスラの、ビットコイン購入ニュース同様に市場に大きな影響を与えると見ているよという人もいらっしゃると。ただ逆のことを言っている方もいらっしゃるので、そこはねしっかりと理解しておいてください。はい、いい方ばっかりじゃないよっていうところは、理解しておいた方がいいかなと思います。はい、まあそんなところかな。もしね、中身よく読みたいよっていう方は、いつも言ってますがコインポストさんですね、コインポストさんの新着ニュースに、上がってきてますので、見出しね、コインベース上場直近っていう書いてあるところ、の見出しを、参考にしてもらえたら、ニュースの中身ね、読んでいただけますので、そちら参考にしてみてください。ということで続きましてが時価総額ランキング見ていきます。
えぐいね。もうえぐい。いや、どえらいことになってきてるよ。はい。バイナンスがね、今マイナス 4.2% ですけど、バイナンスはね、もう、なんやろ、もうこんなんで数字で表されへんぐらい上がってきてるから、これはまあ無視しましょう。まあ、ほぼほぼ全面高ですよ、というところです。立法ちゃんに至ってはですね、200円。ですよ、もう死んだなと。リップルオワコンやって言ったやつ、何によるツイッター上で。ね、それが200円まで戻ってきたと。素晴らしいですね。はい、頑張って戻ってきてくれました。なおかつですね、バイナンスは、まあ、えげつなく上がってるんですよ。もうチャートもね、ファーラウェイですよ。今年の初め4000円台やったのに、今6万円台ですから、もう10倍以上になってるわけですね。まあ、そんな、コインとね、比較するのはどうかと思うんですが、一応リップルもですね、もう間もなく3位奪還できんじゃねえのと、200円超えてきて、過去直近高値ですね。これね、ちょっとね、バイビットのチャートやと出てこないんで、先にね、見とこうと思うんですけど、これ、みんなの仮想通貨のチャートね。僕がちょっと簡易的にね、チャート分析するときによく使うチャートですけど、リップルのね、月足見てみてください。月足。日本円でね、月足の実体最高値が 244.442 なんですよ。2442なんですよ。もう上から読んでも24442。ね。上から読んでも下から読んでも24442。ね。上から、山本山と一緒ですよ。上から読んでも山本山。下から読んでも山本山。ね。上から読んでも24442。下から読んでも24442。もうどうでもいいんですよ、そんなこと。そんなこと言ってるから30分いつも超えんのよ。ただもうね、30分以内の動画を作ることを諦めてくださいっていう、視聴者さんからのね、切なる願いを受けましたので、もう自分の喋りたいことだけ喋って、結果を、30分以内に収まったらいいかなというふうに思っております。はい。続けます。はい。ということで、今現在がね、195円、200円タッチしてますが、一回ね。なので、行ったんですよ。昨日もね、ライブ配信中にあったんですよ。リップルはどこで利確したらいいですかっていうね、話あったんですけど、正直ね、リップラーたちのフラストレーションって、こんなとこじゃ収まらないぐらい溜まってるはずなんですよ。もう溜まりに溜まってるわけよ。もう、他の仮想通貨がワンやワンや言うてね、わっしょいわっしょいっつってね、なってるところでね、今日僕ちょうどね、胸のマークに虎があるけどね、もうリップラーたちはね、タイガータイガー、ジレタイガー言ってたわけですよ。ガオー言ってたわけですよ。ね。それで、今ようやく上がってきたので、もう正直ですよ。もうほんまにここは感情論になるけど、納得したら利確でいいと思う。納得。もうここまで来たらお得納得と。じゃあ利確しとこうでいいと思う。まあここから先上がるかもしらんで、下がるかもしらんし。けど、一応チャート分析する上でいくと、直近高値というか、最高値の244円付近までは、あり得るよっていうところは、さっき押さえておいてもいいかなというふうに思います。なので、いつも言ってますけど、今ここまで来て利確できるんやったら、原資は抜いとこうよと。原資抜いて、あとの余剰分で、上目指していこうよ。もしくは、半分利確、3分の1利確をやっておいて、一旦ね、自分の利確分っていうのは確保した上で、残りもし、紙切れになっても、問題ねえぞと。さっきのね、リップル CTO の言ってたみたいなもんですよ。リスクっていうのをしっかりと背負える分だけ残しとくっていうのが、一番ベストかなというふうに思います。はい。なので、まあ本当にね、2017年の出川組って言われる方たちもいらっしゃいましたが、そういったことにならないような、戦術戦略っていうのが必要になってくるかなっていう状況にはなってきてますので、ここはね、皆さん、個人個人でね、自分の中で、腑に落ちる。トレードっていうのをしてもらえたらいいかなというふうに思います。はい。なので一応ね、244円付近、下から読んでも上から読んでも24442、山本山で覚えてもらったらいいかなと思います。はい。絶対分からへんくなるからやめてな。山本山で覚えるんだけはやめて。はい。ということで、覚えておいてもらえたらなというふうに思います。はい。なので、リップルがね、かなり大きく上がっての、プラス 23%、大きすぎるぐらいの、上げでしたね。まあ、けど、ほぼほぼ、もう全面高でしょうという感じですね。ビットコインに釣られて上がってる。プラス、今逆相関してるものに関しては、今がおしめになっているよっていう風な感じで考えておいてもらったらいいかなと思います。はい。ただですね、僕の、推しコインですね。推しコインですよ、推しコイン。略さんでええな、それ。推しコインね。推しめみたいに言おうと思ったけどね。推しこですよ。推しっこみたいになるから、あかんあかん。推しコインね。推しコインのエンジンじゃね、ちょっと波に乗れてない感じは、否めない、ところでありますね。一時ね、400円超えた後に、落ちてきています。で、一応ですね、このまま行っちゃうと、まあ、久しぶりにこの言葉使うけど、短期線がね、中期線下から、上から下に抜けてっちゃうので、デッドクロスになる可能性があるかなっていうところで、まあ、ちょっとそのあたりが怖い。で、なおかつ、短期線4時間足レベルでね、短期戦でしっかりと頭打ちされているところも見ると、もうちょっと下がってもおかしくないのかなっていうラインには来てしまいました。
はい、ただよ、ただ今じゃあ悲観するのかっていうと違うくて、あの会話を探していくっていう旅に今出てるだけです。うん、あの会話を探して3000人、母を探して3000人、そんな感じです。はい、で大体どの辺で会話をというか買っていく検討していこうかっていうところなんですが、やっぱり僕はね、あの直近高値の実態部分、冷やしレベルでね292円、この辺りが、一つ目の会話になってくるかなと思いますので、まあ、この辺りはね、価格帯的にも、プライスアクション的にもチェックしておかれてもいいんじゃないかなという局面でございますよというところでございます。はい、ではね、続きましてがビットコインいこうかなというふうに思います。ビットコインの円建てね、まずこちらトレーニングビューの、チャートを使っております。で、出し方わからない方はね、トレーニングビュー、まあ無料アカウントでもいいですけど登録してもらって、左上の窓ですね、上の窓にですね BTCJPY って入れてもらえると、まあ同じような円建てのチャートを見ることができますので、はい、やってみてください。はい、でチャート分析なんですけど、もうここからね、まあある意味明確というか、なんでもうパンパンパーンといこうかなと思ってます。はい、で一応ね、今現状これまた4時間足出してます。最近また1時間足見てたけど、今一旦あえて4時間足出してます。でなぜかというと、まず4時間足レベルで若干ね崩れてはいるんですけど、ここにねおつんつんチャートができているような形になってるんですよね。ちょっと右肩上がりのおつんつん、チャート、はい、まあ僕的に言うと右玉上がりなんですけどね、はい、そういうとこは置いとこう。あのね、あんまりねおつんつんチャートを連呼した時の動画ってね、結構ねあのバット数多かったりするのよだからこれはちょっとさらっと流していくけど、はい、右玉上がりのツンツンチャートが、できてるかなというところで、一応ですねこのネックライン、が、サポートラインになるんじゃないかなっていう風な形で、引いてます。なのでもしここからね一旦落ちてくる、でなぜ落ちてくるかっていうと、これね自分でもちょっとね、あれゆうきさんってすごいんかしらってね、あのもう俗に自画自賛してたわけなんですけど、僕ねほんまにね、あの 2,3 日前とかちょっと動画遡ってほしいんだけど、どの辺で利確ポイントって言ってた、あどの辺が利確ポイントやでっていうのを説明してたんですよ。全然もう確実に僕覚えてんねんけど、僕ね690万円付近は一旦の利確ポイントになるかもしれないよと、利確検討ポイントになるよと。なぜかというと、冷やしの、新チャンネル、旧チャンネルの上限の線と中央線の被ってるから、ここは利確ポイントになってくるよっていうのを説明してたんですよ。今まさしくそこで揉み合ってるんですよね。これぞユーキアイズ、ユーキアイズ、ホワイトドラゴンっていうね、あの遊戯王カード出してほしいなっていうぐらい、ちょっとそれ一回みんな忘れてもらっていい？あの滑った感すごいわ一回忘れてもらっていい？ユーキアイズホワイトドラゴンだけは一旦みんな心の奥底、引き出しの奥底にしまっといてもらっていい？鍵かけといて一旦ね、はい、690万円は利確しといてよっていう話をしてたんですが、まさしくそうなりましたよというところ。はい、でこれ何かっていうと、やっぱりね新チャンネル引いてるんですけど、赤いチャンネルね、赤いゾーンで示してるチャンネル、ここのねちょうどね中央線がずっと抜けれてないんですよ。前回もそう、前回も中央線抜けれず下落してきて、なんとかヘッド&ショルダーを出しての今上昇してきてるわけですね。ただネックラインはもうブレイクアップ、 Wake me up、 昨日散々歌ったね、もう朝の太陽言うてる場合じゃないね今ね、それぐらい抜けてきてるので、ここに関して言うと次のネックラインの裏タッチングロペスは、買っていってもいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。ただこの、ネックラインを抜けてくる、下に抜けてくるようであれば、一度ね、大きめにまた下がってくる可能性はあるので、そこはねしっかりと、ケアはしておいてください。今断然上が強いです。上が強い時だからこそ、下のシナリオっていうのは持っとくべきなんですよ。これなんでかっていうと、精神安定剤と一緒よ。あの下のシナリオを取らずにね、上しか見ないってやっちゃうと、下に下がった時に絶対的にパニックになります。あのこれをしないための一つの手段として、下のシナリオっていうのを作っておかないといけない。どこまで下がるかっていうのは頭に入れておかないといけないっていうところです。はい、で、やっていくと、まず一つ目の、サポートラインっていうのがこのヘッド&ショルダーの、ネックラインの裏タッチングロペスで、だいたいこのまま素直に下がってきたらの話やけど、680万円付近、この辺りまで一旦落ちてきてくれると、このね680万円を背にロングでポジション取っていってもいいかなと思います。はい、ただこの場合も一旦ねダブルトップに警戒はしないといけないので、同じね同値付近、690万円とか695万円付近っていうのは一旦の利確ポイントになってきますので、このポイントは、注目は注意はしておいてください。でもう一段階落ちてくる場合は、もう一段階はそうね、直近高値である、ここね、この直近の最高値の、
670万円かな、670万円660、細かく言うとね669万円、このラインとちょうどね1時間足で引いてた上昇トレンドのトレンドラインですね、トレンドラインを、トレンドラインが交わるところ、この669万円というところが、次のサポートライン、になってくるかなというふうに予想しておりますので、このあたりの、プライスアクションというのは注視しておかれると、ロングで入ってくるタイミングというのは測れるかなと、はい、いうところでございます。でもう一段下がってくるのであればやっぱりね65万円、ここはねさすがに、かなりね底を固めて上がってきたところではありますので、前年戻したとしても665万円っていうところは、買い場になってくるんじゃないかなっていう風な僕の、分析でございます。はい、まあこのね、ビットコインアナリストとしての勇気アイズホワイト、あ、危ない危ない、自分で封印してくれって言ったのにすぐ出してくる、遊戯王さん、チャンスですよということでね、この650万円っていうところは、チャンスになってくるかなというところ。ただもうそこまで抜けてくるのであればちょっと怖くなってきますが、一応ね、赤ゾーン、赤いチャンネルの、下限の線630万円付近、この辺りまでの下落っていうのは一度ね、頭の中に入れておかないといけないかなというところ。はい。で、ただね、この青いチャンネル、青いチャンネルの中で言うのであれば、そのままもし下までズドドドドンのズババババンで下がってきた場合ね、本当に綺麗にこんなに下がってくることほぼないと思うんだけど、520万円とか、この辺りまでの下落っていうのは、想定しておかないといけない。想定しておかないといけないので、ここだけね、しっかりと頭に入れて、皆さんのトレードに役立てていただけたらなと思います。ただ、今現状、じゃあどっちが強いんですか、ゆうきさんと。ね、上下両方、考えとかなあかんのはわかるけどって、もう誰がどう見ても上が強いんですよ。ね、はい。で、このね、今現状の中央線、上限の線、ずっと抜けれてなかったこのラインですね。このラインを抜けれてしまうと、もうね、上なんてね、もう真空地帯なんですよ。もう真空よ、完全に。もう、上根なんかもうどこにもレジスタンスラインないんだから。ね。もうここを抜けていってしまうと、もう777万円、37、ラッキー7ってね、てんてれてん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 って、ジャグラーのね、じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリって一次連した時の歌流れるぐらいの上昇っていうのは見て取れるかもしれんよっていうところは、まあ頭に入れといて夢を描きながらね、はい、上下のしっかりとシナリオ立てつつ、上は夢しっかり描けるようなチャンネルには、チャートにはなってますので、そこはね、しっかりと押さえておいてください。はい、この時点で21分。さすがやな。そんな長いこと喋ってるつもりないやけどな。えらいこっちゃね、ほんまに。はい、ということで、続きましてがドル建てのチャートを移っていきたいなと思います。こちらがね、いつも、宣伝させてもらってますけども、僕のね、おすすめしてる仮想通貨取引所のバイビットさんのチャートを使わせていただいてます、ドル建てね。はい。で、結構ね、銘柄も増えてきたし、これから先ね、やっぱり日本人の方に使いやすくもっとどんどんしてきてくれるっていうのは、担当の方から聞いてるのと、まあ、日本語で対応、サポートは日本語対応してるので、まあ、ここに関してもね、すごくありがたいかなと、初心者の方はもう特にね。はい。で、プラス、やっぱりね、だいぶこう、取引銘柄、まあ、ちょっとね、その専属建てというか、ビットコイン建て、リップル建て、イーサリアム建て、イオス建てで4種類しかなくて、あとはもう USDT 建てで、エーダちゃん、ドットちゃんとか、ユニスワップとか触れるんですけど、どうしてもね、その直接的な枚数を増やせるっていうわけじゃなくて、結果的に USDT を、テザーを増やしていく形になっちゃうので、まあ、そこだけ、まあ、ポイントとして覚えておいてもらえれば、めちゃくちゃ使いやすい取引所ではありますので、ぜひね、同じチャートを使いたいという方は、チャンネルとね、僕の動画の概要欄、見てもらったら、バイビットの口座解説用のリンク貼ってます。で、できたらね、僕のチャンネル見て、僕のファンでいてくれる方は、僕のね、リンクから口座解説しておいてもらえると、すごく嬉しいですよ。はい、よろしくお願いいたします。ということで、ドル建てのね、チャートに移っていきたいなと思いますが、こちらビットコインのね、4時間足でございます。おなじみ方です。円建てとね、ほぼほぼ。で、このね、黄色いチャンネル、ごめんなさい、黄色じゃないな。赤かな？これは、なんだ？中央線が赤いだっけか、これ。ちょっと待ってや。チャンネルの中央線が赤い気がする。中央線の色は、どうやって決めるの？あった、中央線黄色。オッケー。よいしょ。できました。上手に焼けました。あ、そうね。中央線の黄色。中央線の、ラインを抜けれずに今来てますよというところ。なので、まあ、ここが一番最重要でございます。はい。間違いなくここが最重要ブレイクポイントになってくるかなと思うので、ここを、突き抜けれれば、かなりの上を目指してこれるんじゃないかなっていうところ。もしね、この中央線の、このね、6万3000かな。
6万3000じゃないな、6万4000で考えていいんかな、6万4000弱ぐらい、このラインをぶち抜いてこれるんであれば、もう7万ドルなんて余裕で超えてきますよね。7万2000までは見れます。はい、もうこれもある意味ね、こじつけなんですよ。あの上は中空地、もう真空地帯からどこまで上がるかなんか分かんないです。ただこじつけて、例えばチャンネルを無理やり出してきて、結果上限の線ぐらいであの意識するしかないっていう感じ。そうしないとどこまででも上がりそうな気がしてしまうから、利確もできなければね、まあ利確ラインを上げてくるということもできなければ、かなり難しいね、考察ポイントになってきてしまうので、無理やりでもこういうね目標っていうのは作っておいた方がいいよっていうふうに僕は思ってます。これは僕の個人的見解ね。はい、それこそフィボナッチエクスパンションとかでね、うんつってね、あのエクスパンションしてもらったりとか、まあいろいろ使ってもらって目安っていうのは作っておくに越したことはないかなというふうに思ってますので、まあこのあたりはね参考にしてもらえたらなというふうに思います。はい、でただですね、もし、落ちてきた場合なんですがね、一応ね、さっき言ってたヘッド&ショルダーも出しとこうか、円建てで出してたやつね、よいしょ、このヘッド円でヘッショルダーに出しちゃう、に出しちゃうですね、うん、ここよいしょ、このラインね、このライン、ここがネックライン、まあ、ちょうど今ね、ネックライン若干抜けたかなぐらい、その、ライン上でまあ揉み合ってるような形になってるので、円建てよりは完全に抜けきってないというところはあるんですけど、まあ、一応このラインを目安に、ここがサポートとなるんであれば、ここをね、一回上抜けたのであれば、次はね、この中央線もしくはこのヘッドライン、ヘッドラインじゃない、ネックラインを背にね、トレードしていくっていうのは僕ありかなというふうに思ってます。はい。で、一応ね、もしここでもう一段階落ちてくるのであれば、次のサポートラインは、このね、前回の高値を、結んだこの線ですね。このライン付近までは落ちてきても おかしくないかなっていうところで考えておいてください。その価格帯でいくと、このまま素直に落ちてきた場合ね、素直に落ちてきた場合は、6万1200とか、まあ、6万1000で考えておいてもらったらいいかな。はい。6万1000付近までの下落っていうのが起これば、一旦ロングでポジション取れるかなっていうところの、ロング、ポジション取りの検討ポイントになってくるかなと思いますので、このあたりの価格帯は覚えておいてもらったらいいかなと。はい、で今直近のねこの、安値の切り上げライン、このラインも引っ張ってくるとちょうどね、落ちてきたところらへんが交わるようなポイントになってきてるので、この6万1000っていうところは結構ね強くサポートされてもおかしくないんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、でもう一個がもう一段階下になってくるんですけど、直近ではなく、ね今現状の上昇トレンドをトレンドラインでとして引いてきたところがもう一段階下にあるんですけど、そのラインぐらいが次のサポートラインとして生きてくるかなっていうところ、そこがやっぱりね5万9950、まあ要は6万ですよね、6万割らせないマンっていうのは絶対出てくると思うので、ここまで上がってくるとね。はい。なので、6万を背に、多少ね、突き抜けた後も絶対ね、戻ってくると思うので、もう尻尾の先は切り捨ててください。うん、ここを取りに行くっていうのはかなり難しいと思うので、頭と尻尾は捨ててしまえっていうね、格言がありますが、はい。尻尾は捨てていいかなと思います。はい。で、その後、ぐっとね、ヒゲで戻ってきて、6万ドルをキープしたあたりから、ロングでポジション入っていくという風な形でいいんじゃないかなと。まあ、その時の、例えばですけど、30分足、15分足とかの、プライスアクションを見てもらって、下げ止まったんやなっていうのをね、確認できれば入っていってもいいんじゃないかなっていう、検討ポイントになってくるかなと思います。はい、で、もしそれ以上下がってくる場合は結構ね大きめに下がってくると思うので、5万7000であったりとか5万7000ドルね、ぐらいまで下がってくる可能性もあるし、それ以上下がってくるんであればねちょっと待ってよ、よいしょ、チャンネルの加減やね、5万ドル付近までは下がってくる可能性はあるかなと思いますので、このあたりはね今現状で言っても本当にねただの妄想でしかないので、ここまで下がるかもしらんなっていうのだけ頭に入れておくぐらいの価格帯でいいかなと思います。はい、なので5万ドル付近までの下落っていうのは、起こり得るなっていうのだけ、頭の中に叩き込んでおいてください。はい、で続きましてがイーサリアム、イーサリアムですね。イーサリアムが僕ね正直ね今ビットコインよりもイーサリアムの方が強い気がしてます。オールタイムハイは同じなんですけど、ビットコインでいうところの4時間足、これ今4時間足なんですけど、4時間足のね、このヘッド&ショルダー、ここね、ここも僕言ってましたね、イーサリアムのヘッド&ショルダー、おつんつんチャート出てくるよねっていう話をしてましたが、このね、ネックラインはきっちり抜けてきてます、イーサリアムだけね。
はい、なので、この辺りでいくとこのね、直近の高値の、切り上げライン、高値の切り上げラインも、抜けてこれてるのは、ビットコインよりもイーサリアムの方が強い証かなというところ、はい、なのでこれを背に、次はトレードしていきたいなっていうふうに僕は、考えてますので、もし押し目を一旦つけてくれるのであれば、あの押し目っつってもあのパンパースの押し目ちゃうで、押す目な、押す、プッシュのプッシュね、プッシュのプッシュって何プッシュの押すね、押し目、押し目ね、あの押す目ね、うん何言ってるかちょっとわからなくなってきたけど、押し目をつけてきてくれるのであれば、一旦ね、2250とかこのあたりが、サポートラインになるんじゃないかなっていうところ、要は高値の切り上げラインをつないできたサポートラインとなるであろうラインなので、このあたりを背に、ロングでポジション取っていくっていうのはありかなと思います。もしくはもう一度ね、直近高値をトライしてくるのであれば、そうですね、2200かな、2200ドルぐらい、このあたりもサポートになる可能性があるので、ここはね買い下がっていってもいいようなラインになってくるかなというふうに思ってます。はい、なのでこのあたりを背にねロングでポジション取っていって、でこのね2200を割ってきたぐらいからちょっと一旦ね、あのシナリオの作り直しかなっていうポイントになってきますので、一旦手を離してもらって次の動画を、お待ちいただけたらなと思います。明日の動画ね、はい、というところでございます。以上でイーサリアム終わりたいと思います。続きましてがリッポーちゃんね、うん、リッポーということでね、You touch my pie? You touch my pie? ということで、これ言ってるともう時間かかるからちょっと一回割愛させてもらいますけど、もう言ったけどな、はい、リップルの、チャート分析していきたいんですが、もう正直ねリップルに関してはね強い、かなり強いっていうことだけは理解できるんですけど、分析するほどのもんもないっていうかただ一応ね、あのビットコインが強い時によく出る、あのずっと言ってますよね皆さん、 EMA の 7EMA は絶対出してくださいねっていうのは言ってましたけど、やっぱね強い時はもうこの EMA の7を割らずに綺麗にサポートされてどん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 上がっていきますね、どん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 上がっていきますので、ここはしっかりとね、EMA の7を背にトレードっていうのはありかなと思います。はい、ただ伸びきった後に入ってしまうとリップルってねかなり急激な落ち方っていうのをする時があるので、あんまり伸びきった時の、エントリーっていうのはおすすめしません。なのでせめて何かを背に、トレードっていうのはしっかりとね、守っていただけると皆さんの資産も守っていただけるかなと思いますので、ここだけね押さえておいてください。なので例えばですけど直近のねトレンドラインを引いて、このトレンドラインを背にトレードする、これもありでしょう。で、今のね現状の、もう一個前に出てきた、トレンドラインも引いておいて、それが2段目のエントリーポイントになってくるかなと思います。なのでまあ3段階かな、三毛作、うん、リップル三毛作みたいな感じで思っておいてもらっていいかなと思うんですけど、7EMA を背にトレード、ロングでポジションで、次はトレンドライン1本目のトレンドラインを背にトレードで、すぐもしそこ抜けたら、もう一段階下の、トレンドラインを背にトレード、この、リップル3毛作を、意識しておいてもらえたら、皆さんの、ね、トレードにお役立ていただけるんじゃないかなというふうに思います。でどこまで上がるかっていうのはちょっとねごめんなさい、これねリップルのねバイビット上やとね、もう完全にオールタイムハイな感じなんですよ。なのでちょっとドル建てやとどこまでのラインを見ていけばいいかっていうのがわからないんですけど、まあ2ドルは余裕で超えてくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、なのでこのあたりはまあどこで、利確するかっていうのはもうさっきも言いましたけど、皆さんのね、納得したところでっていうのが僕は合言葉かなというふうに思いますので、そこはね押さえておいてもらえたらと思います。はい、で続きましてがエイダちゃんがね綺麗なやっぱりね操作ボトム作ってきましたね。やっぱねこれ仮想通貨よく言われるんですけど、よいしょ、こうねチャート自体がこう丸みを帯びてくると結構やっぱ強いって言われてます。なのでこの辺で入ってくるのが一番いいんかなっていうところですね。もし底値で仕込もうと思ってる方はね、でまだ上がってない草コインとかに手を出そうっていう方は、できたらあのこういう形でこう波はジェットコースターっていうね、いう歌があるように、こういった感じでね、こう、うまーくこう、円を描いてきたところで入っていくのが、まあ一番理想的な形になるんじゃないかなっていう風な感じで思ってますので、このあたりはね、ぜひ参考にしてみてください。はい。で、エイダちゃんに関して言うと、これもね、バイビット上のチャートで1の話になっちゃうんですが、一応ね、バイビット上やと、1.48 ぐらいかな、が、一応ね、直近最高値になってます。ここを抜けてくると、まあ一応ね、バイビット上では真空上
状態という形になるので、まあ正直どこまで上がるかっていうのは分かりかねます。はい。なので、これも同じく、チャートが出てきたら、一旦ね、押し目とかのところで、押し目をつけたところ、サポートされたところを次はね、そこまで、利確ポイントを引っ張り上げておいて、リスクを最小限に、ヘッジした状態でね、トレードしていかれるのがいいかなというところでございます。はい。で、続きましてがドットちゃんね。ドットちゃんがね、一番弱い。まあこれはもう僕ね、これも言ってたから、もう皆さんね、ドットちゃんはあんまいじってなかったかもしらんけど、はい。これもね、同じく4時間足出してますが、黄色のチャンネルですね、黄色のチャンネル上にしっかりと引っ張ってきましたが、影の線やっぱすごいね、抵抗してますね、ここ。影の線に抵抗されて抵抗されて、結果、横横するしかなくなったっていう感じに僕は見ております。で、このままですね、上がってくるにしてもですよ、結局またですね、チャンネルの下限、裏タッチングロペスから、下落してくる可能性もあるし、だいたい今ほとんどのやつがサポートラインしかないような状況になってきてるんやけど、ドットちゃんに関して言うとレジスタンスラインの方が多いかなっていうところなので、まあ、ちょっと怖い部分なんですよね。ただちょっとね、こう楽観的に捉える部分であるのであれば、ここにね、アセンディングトライアングルですね、だいたいね45ドルぐらいが、まあちょうどね、高値一定になってるので45ドルを、水平線とするのであれば、安値は切り上げてこれてるので、まあ、若干アセンディングトライアングルと捉えれるような、形でもあるというところですね。ただちょっとね、拡大解釈はしておりますので、ここはちょっとご了承いただきたいんですけど、楽観視するのであればね、アセンディングトライアングルっぽくはなってるかなっていうところ。はい。なので一応ね、そこも固めてるんですよ。だいたいね40ドル、やっぱりずっと言ってた40ドルね、40ドルでそこは固めてるので、このまま40ドルを背に、45ドルを抜けていけるのであれば、今のね仮想通貨市場にしっかりと、ついた、上昇っていうのが起こるんじゃないかなっていうふうに思っておりますので、このあたりはぜひね参考にしてもらって、皆さんのトレードにお役立ていただけたらなというふうに思いますよ。はい、ということで今日は以上で終わりたいと思います。はい、長かったね。今日もう35分喋ってますよ、皆さんね。最後までたどり着けたかな。はい。今日もね、動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。今日の動画が楽しかったよ、スタメンになったよ、参考になったよって方はね、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンと、あとはね、最後にね、ドル建てで全部説明しましたが、バイビットのチャートを使ってますので、動画の概要欄、の僕のね、リンクから、バイビットの講座無料で解説できます。しかも1分で解説できますので、解説していただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。あとはね、昨日のライブ配信、多分ね、過去最上級に面白かったライブ配信になってます。キーワードは、セクシーさとヤーですね。この、2つのキーワードをぜひ見にですね、アーカイブに残っているライブ配信、ちょっとね長いですが見てもらえると嬉しいですよ。はい。あとはですね、昨日のライブ配信参加できなかったっていうね、悲しいメールもいっぱい届きましたが、一応ね今月もう1回、ライブ配信予定してますので、その時はね予定があれば遊びに来ていただけたらなというふうに思いますよ、という感じで今日は締めくくらせていただきたいなと思います。はい、ということでまた明日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら、リアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー、質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします。詳しくは動画の概要欄をご覧ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。